エジコイ、エジプト神と恋しよ。たまげたな。ということでやっていきましょう。どういうゲームか、まあ見りゃわかりますよまあこういうね、メジェドとかオシリス神とかだっけと恋愛するんでしょ。まあ世の中いろいろありますよね。なんかクリーチャーとかのいろんな化け物と恋したりとかありますけども、おこれなんて読むんだ、イクタナナちゃんなのかな。ちょっとエジプトっぽい名前にしないとな。カイロナイルちゃん、どう、エジプトの地名を入れてみたけど。なるほど、エジプト神はギャングだったと。違うな、これは広告か。メジェド様が可愛い。今日は高校の始業式、新たなスタートを刻む日だ。高校2年生になる私、カイロナイルはこのナイル高校、ああかぶってんじゃねえかもういいや、ナイルちゃん可愛いもんね。高校でまた1年新たな仲間たちと過ごすことになる。で、あれ体育館ってどっちだっけ。校門をくぐったところで去年の担任だったセルケト先生に捕まりちょっとした頼まれ事を済ませたらこれだ。もともと方向音痴の気のある私はこの広いナイル高校の構造を1年間で覚えきれずにいた。もう早起きは 6.34 エジプトポンドの得って言ったのは誰なんだろう。誰だよ。先生に頼まれ事されるし、始業式には遅刻しかけてる。いいことなんてないのに。そろそろ誰かとぶつかるか。ふう、方向音痴なのが悔やまれる。だいたい校舎も校舎だ。こんなに無駄に広くちゃ迷子になるに決まってる。ピラミッド何個分の広さだ。早く体育館に向かわないと。あて、あ、もうどっちに行けば。教室の前で目を回しながら混乱する私に声がかけられた。はあ、どうした、新入生か。はあ、わあかっこいい人ちょっとエジプト美的感覚がよくわからないんですけども。耳心地のいいテノールに振り向くと、あ、テノールだったかちょっとバリトンで言っちゃった、ごめん。そこには一人の男性が立っていた。真っ黒な顔、しなやかな体育、鋭い瞳、まるでジャッカルのような。緑のネクタイを締めているから先輩なのだろう。彼が口を開く。入学式までもう時間がないが、もしや迷ったのか。入学式、もしかしてこの人は私のことを1年生だと勘違いしてるのでは。ネクタイの色を指摘。1年生ではないと、まあ、普通に上でいこう。なあ、私は新級生です。失礼な。そうか、それは失礼した。随分と小さいからてっきり新入生だと勘違いをしてしまった。小さい、それはきっと先輩が大きすぎるだけで、私は平均です。多分。ははは、それはすまないことを言った。新級生ならば第三体育館だな。俺もこれから行くところだ。ついてくるといい。不愛想で厳しそうな人だったけれど、背筋のピンと伸びたかっこいい人だった。また会えたらいいな。始業式も何事もなく終わり、新しいクラスメイトたちの挨拶も済ませたところで、私は視線を横にずらした。誰も着座する気のない気配の座席が一つ。始業式に遅刻って不良なのかな。なんて、ダメダメ。まだ出会ったこともない人に勝手なイメージを押し付けるのは良くないよね。フルフルと頭を振って思考を切り替える。ガラ。勢いよく扉が開き、茶色のスーツに身を包んだハヤブサ頭の男性が教室に入ってくる。ハヤブサ頭？ラー先生、おはよう我が子たちよ。今日もすがすがしい日で何よりだ。さあ我が子たち、天高く燃ゆる太陽に挨拶を。アッサラームアレイクム。アッサラームアレイクム。ジョセフが言ってたあれでなんとなく覚えたな、この挨拶は。ふむ、着席せよ我が子たち。本日の伝達事項を伝える。カイロ。はい。彼女の隣の席の生徒だが、残念ながら家庭の都合により始業式には間に合わなかったようだ。明日から来ることになっている。
我が子たち、明日から彼には良くしてくれるようよろしく頼む。不良じゃなかったんだ。よかった。ほっと胸は撫で下ろす。でも人外でしょ。あ、人外って言っちゃいけないな。神様でしょ。勝手なイメージを他人に押し付けるなんてやっぱり良くないことだよね。にしても家庭の事情、どんな人なんだろう。明日が楽しみだな。さてさて、次のストーリーへ行くと体力が消費されるのかな。このくるくる回るメジャード可愛いな。あー、もう減ってる。じゃあだいぶ1日に読めるのは少なめなんだね。朝クラスに入り自分の席に着席する。隣を見るが、普段の彼はまだ来ていないようだ。ホームルームで紹介されるのかな。おはよう我が子たち、さあこの良き日を尊び尊びだ。太陽に向かって感謝を捧げよ。シュクラン。うむ、良い響きだ。それでは朝礼を始める前に新たなる仲間の紹介をしよう。シュクランってのはなんかそういうお祈りする時の挨拶とかなのかね。では転校生入ってきなさい。はい。ガラ。扉を開けた黒板の前に立ったのは、太陽のような瞳の色の瞳を持った端麗な面持ちの青年だった。もう片方の目は横を向いてわからない。ふと彼が視線だけを動かした。優しい。さすがに見張ったってこれ初めて見たわ。なんだか驚いてるみたいだけど、どうかしたのかな。視線はすぐにそらされ、彼が横顔を正面に向ける。どこかハヤブサを思わせる、みんなハヤブサかい。鋭い雰囲気を持った彼は口を開いた。ホルス、そっくり。俺の名前はホルス。幼い頃はこの町に住んでいたんだが、親の転勤の都合で一時的に離れていた。昔住んでいたとはいえ、慣れない土地には変わりない。よろしく頼む。ホルス、どこかで聞き覚えがあるようなないような。まさか10年前の約束のあの人とかそういうパターンか。ご苦労ホルス。諸君、これから新しい仲間として彼を迎え入れ、素晴らしい日々を過ごすよう尽力して行こう。さあホルス、君の席は彼女の隣だ。座りなさい。促された席に着座した彼がこちらに横顔を向ける。イベントへ。ちょっと待て奥。もうホルスとかラーとかあそこら辺でさ驚かないと思ったけど、ちょっと B 型の何かさんがいるよ。なあどうかした。ホルスさん。さんはいらない。お前カイロナイルじゃないか。かけられた言葉に目を瞬かせた。どうしてホルスさ君が私の名前を知っているんだろう。私はまだ自己紹介をしていない。まさかストーカーなのかとかなのでは。青くなる私に気がついたのか、慌ててホルス君が口を開いた。ストーカーじゃないからな。見透かされてる。心を読まれたのかと思った。神々ならそうできても不思議ではない。それはそれで怖い。小さい頃はこの町にいたと言っただろう。ホルスだ。お前がホル君、ホル君と呼んで後ろをついて回っていた。ホルホース君？それちゃうわ。ホル君？ホル君といえば、私が幼い頃いつも一緒に遊んでいた男の子の名前だ。彼の家のおばあちゃんとおじいちゃんにはいつも遊んでもらっていた。それにしても、どうしよう。これ、わあ、全然気がつかなかった。すっごい大人っぽくなったね。大人とどういう基準なんだろうね。思い出してくれたようで何よりだ。うちのばあさんたちもまだしぶとく生きているから、また会いに来てやってほしい。ホル君のお家って小料理屋さんだったよね。高校に入ってからそういえば全然行ってないな。今度おばあちゃんたちのところに顔出すようにするね。あ、頼む。
それと名前、ホル君はいい加減恥ずかしいからホルスでいい。そっか、そうだね。慣れないけど、頑張って呼ぶね。ホルス君。ホルス君の頼みもあり、早速呼び捨てにしようと試みる。けれどそんなに順応性が高いわけでもないので、いきなり呼び捨てはハードルが高かったようだ。君付けで呼んだ私を見て、ホルス君はどこか安心したように目元を緩ませた。慣れないうちはそれでもいい。ありがとう。なるべく早く呼び慣れるようにします。スがカタカナ、ホルスのスとかけてんのかな。あ、もうか。まだ生徒が学校に向かうくらいには、向かうにはいくらか早い1分に、私は一人学校に向かっていた。日直かな。春とはいえ朝の早い時間であれば少し肌寒く感じるこの時期、荷物になるからとマフラーを置いてきたのは失敗だったかもしれない。首元をヒヤリとした空気が吹き抜けていく。思わず寒さに首をすくめ、目的地へと向かうスピードを速めた。オシリス先輩。やあダイル君、おはよう。今日も早いね。何部なんだこれ。後ろ後ろ、メジェンドメジェンド。オシリス神のなんか、シモベーカーなんかだっけ。この前やったな、メジェド様のゲーム。おはようございます先輩。お花の世話は私も大好きですから。園芸部。園芸部なんだ。それが私の所属する部活であり目的地だ。3年生のオシリス先輩、普段から包帯を体に巻いていて、襟元や袖から出る緑色の肌の上には真っ白で清潔そうな白色が白色がのぞく。先輩は私が1年生の頃からの付き合いで、普段からとてもよくしてもらっている。優しくて真面目でちょっとだけ抜けているところもある愛らしい先輩だ。先輩からの挨拶ににっくりと笑って挨拶を返し、着替えてきて作業着の袖をまくり上げる。今日は大きくなってきた植物の鉢植えでしたよね。頑張ります。気合十分。握り拳を2つ作って胸の前で構えたところでふと気づく。先輩。どうしたんだいナイル君。先輩の後ろからなんだか白い何かがこちらをじーっと伺っていた。その後ろの彼は一体。ああそうだ、紹介しようと思ってすっかり忘れていたよ。彼が背後にいるのはなんだかひどく落ち着いてね、違和感を感じられなかった。なるほど、マイナスイオンでも出ているのかもしれませんね。うん、今度調べてみたら驚きの結果があると思うんだ。とと、彼の紹介だったね。かわいい。オシリス先輩に促され白い貝が前に一歩、頭からすっぽりと白い布をかぶってて、その裾からは2本の足がのぞく。背は私より少し小さいくらいか、随分と小柄な少年だった。すいとオシリス先輩の手のひらが彼に向けられる。彼はメジェド君、園芸部の新しい仲間だよ。私がこの高校に入る前からの付き合いでね、中学生の頃からこうして私の背中に張り付いていたものだ。さあメジェド、挨拶なさい。睨み合うだけ。うん。ああ。すまない。メジェドは随分と人見知りでね。私以外の人間にはなかなか心を開こうとはしないのだよ。つまり攻略難しそうだな。ああ、大丈夫です、オシリス先輩。よろしくね、メジェド君。私はナイル。カイロ・ナイルって言います。これから園芸部同士、仲良くしていこうね。近づくな。え？オシリス様に近づくな。ビュー。登校してきた時の汗がまだ乾ききっていなかったのか、それとも別の何かが原因なのか、私たちの間を吹き抜けたその風はひどく冷たく感じられました。その時の私の顔はすっかり表情が裂け落ち、まるで古墳の頂上に据えられている埴輪のような顔をしていたと後のオシリス先輩は語りました。ゴツン。骨のぶつかる痛ましい音が響く。こら、メジェド、
私を守ろうとしてくれるのは嬉しいが、彼女は大事な後輩なのだ。そう威嚇をしてはいけないよ。オシリス先輩がその包帯に包まれた手を固く握りしめ、メジェド君の頭部に勢いよく振り落とした音だった。でもだってもないよ、メジェド。ナイル君は優しく心の広い、とてもいい子なのだよ。きっとこれからもお前の助けになってくれる。きちんと挨拶をなさい。尊敬、敬愛をしている先輩にたしなめられ、目を合わせようとしなかったメジェド君がこちらに目を向けた。黒目がちで大きな目をした可愛らしい少年だ。メジェド君が口を開く。さっきはごめんなさい。そのしょんぼりとした様子に慌てて首を横に振った。どうしよう。許さんと大丈夫だよの二択だったら面白いのにな。じゃあ大丈夫だよ。うん、大丈夫。尊敬している先輩に近づく女なんて、いい気はしないよね。最後に少しクエスチョンマークがついてしまったような気はするが、そこは許してほしい。メジェド君の黒目がちな目が大きく開かれる。くわ、そんなこと言う人、今までいなかった。僕はメジェド。これからよろしくお願いします、ナイル先輩。うん、改めてよろしくね、メジェド君。これで一通り出たのかな。まだまだ出そうだけども、ちょっとタイトル見てみようか。あ、でも、このね、ナイルちゃん可愛いな。ねえ、メインビジュアルの人たちはもう全員出たけども、どうしよう、誰を落とす？落とせるかどうかわからないけども誰を攻略していこうかな。まあ今日はね、まだライフ残ってるけど、とりあえず今回はこれぐらいにしておきましょう。エジコイ、ニセコイ、あ、違う、エジコイ。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。